遊びたいモードを選んで。おお、よし、いっこらいきゅ、とにかくいっこらの、オッケー、それじゃ行くぞ。私やおじいちゃんが活躍しちゃうんだから。ジャークリュー、微心調子に乗って戦って倒した地球のみんながベビー、じゃ地球のみんながベビーに操る。バトルが始まるわ、気をつけてね。宇宙に散らばったドラゴンボール。ベジータ、おめえまで。よっと、悟空さん、それでやつボコボコにやっちまい。地球の人間すべてをつるじに化したつもりだったが、まだ生き残っているやつがいたか。お前が地球の人間に卵を見つけているとき、俺はブーさんの胃袋の中に逃げ込んだんだ。だがもうお前なんか怖がねえぞ。お前の相手は世界最強の男、このサタン様。いい代わりその悟空さんがやってくれる。悟空さん、そんな奴なんかやっついてくれ。おめえ倒してみな、みんなの卵を叩き出してやる。気をつけた卵は叩き出すことなどできん。ならおめえをベジータから追い出してやる。おめえを追い出すことはできるはずだ。対抗するにはスーパーサイヤ人3しかねえ。うん、小賢しい。もうそれで精一杯か。もう少し待ってやろうか。簡単には殺さん。気の。もうしばらく楽しめそうだな。憎いサイヤ人、貴様だけはこの手で殺す。死ぬ前に見せてやる。憎いサイヤ人、貴様だけはこの手で殺す。今度は俺が相手だ。退屈していたところだ。そこになれ。
ぶり尽くして殺してやる。殺さん、気にすまない、痛めてやる。お前にとどめを刺せば、もはやこの全宇宙に悟空の意志を継ぐ者はいなくなるというわけだ。この俺を倒すことはできない。気持ちだけは最強のサイヤ人にふさわしいという手目である。なんだよ、もう終わりか。それじゃあ、そ、今度こそ、ゾウにお前を殺して終わりにしてやる。さっきは随分とでかく見えたが、こうしてみっと手にしたことはねえな。ほざくな。なんだとは。このまま死
あたしやおじいちゃん倒したじバトルが始まるわ。悟空の勝オラを地獄にとこの程度とは期待外れだな。全て見切った。全て見切っただと？普通ちゃった。歓迎が甘いんじゃねえか？死ね！私やおじいちゃんが活躍しちゃうんだから。倒した人造人間が蘇って、ジャーク竜っていうからにバトルが始まるわ。気をつけてね。散らばったドラゴンボール。お前となら究極のサバイバルゲームを楽しめそうだ。なんか随分変わった木だぞ。ところでおめえはいつのマイナスエネルギーだ？お前の最初のライバルピッコロ大魔王が若返りフルパワーを取り戻した時のエネルギーだ。
そろおしまいにしようじゃないか、孫悟空。ところだ。さすがだな。どうやらスピードはお前の方が上みてえだ。そのようだな。ただよ、パワーは俺の方が上だぜ。ルシンロン、おめえやるじゃねえか。